中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。今回はこんなメッセージから。専門学生、20歳ラジオネームわたるさん、中本さん、スタッフの皆さん、こんにちは。僕は過去2回メールを取り上げていただいたのですが、今回は別のお悩みからお願いしたいと思います。恋愛についてです。高校1年生の時に好きな子ができて、付き合って自分が彼女を傷つけたことが原因で1ヶ月で別れてしまったのです。それでも思い返してみれば、その子のことが今でも忘れられなくて、もう5年半経ってました。過去のことを何度も後悔して、自分を責めたりも何回もしたし、時には泣いたりもしたんですが、どうしようもないことを知りながら考えてしまっていた自分がいました。昨日の夜、漠然と恋愛がしたいなぁと思う自分と、無理してまで恋愛しなくてもいいという2つの感情がぶつかってしまって、どうしたらいいかわからなくなってしまったのです。何かいいアドバイスがありましたら教えてくださると幸いです。というわたるさん、今回で3回目メール読ませていただきましたが、昨日の夜感情がねぶつかったよっていうことで、あ、中本に聞いてみようっていう風に思ってくださったんですね。なのでこのメール送っていただいた時から今までに何かこう結論が出たり気持ちの整理が進んだか分かりませんが、5年半前の出来事が今でもね忘れられなくて葛藤が続いているんですね。その10代の頃の経験って何ですか？まあ恋愛に限らずですけれど、初めてのことが多かったりして、なのでこう成功も失敗もすごく心に残りますよね、印象として。あ、自分こういうの得意だな、苦手だなとか。それでね、こう大人になってからもしばらくはこう自分の、何でしょう、アイデンティティというか、自分とはこういう人である、恋愛とかはあんまりしなく無理してなくてね、しなくていい人であるみたいなことがこう残っているような気がします。なのでこう、まあ、上書きっていう言い方が適切かわからないですけれど、前に進むにはね、やっぱりこう新しい出来事で記録を塗り替えていくのが早いんじゃないかなとは思うんですよね。なのでこうね、その時には当時の経験を生かして、わたるさんが次に恋愛しようって思った時には、その高校1年生の時のことを生かして相手を傷つけないような恋愛ができるかもしれないし、高1の時の自分と今とではだいぶね、こう振る舞いも違って来るんじゃないかなっていう風に思うと、ちょっと何かこう、なんていうのかな、前向きな気持ちになれますかね。何かこう無理してまでしないけれど、まあ、気になる人が現れたらするかもしれないなっていう風に、無理に忘れるのではなく、構え方をね少し柔軟に変えてみるっていうのはいかがでしょうかね。こう何かするべきであるでも、しないべきであるでもなくてね、まあ未定ですとっていう風にして、こう出会い、目の前の出会い一つ一つを純粋に楽しめたらいいなっていう風に、わたるさんのメールを読んでいて思いました。中本姫香のな、最後までお付き合いください。私への質問も大募集中です。中本姫香のな、姫香セレクション。私が見た映画や読んだ本、漫画などから生き方や考え方、カウンセリングのヒントになるかもと思った作品を紹介するコーナーです。今回のテーマはこちら、連れが鬱になりましてという邦画です。見たことあるよっていう方もいらっしゃると思います。当時動員数結構来てましたよね。私は飛行機で最初見たのがきっかけなんですが、今回姫香セレクションでお話しようと思って改めて視聴しました。映画の公開は東映から2011年10月8日です。視聴について、私はそのオンラインレンタルっていう形で
見て、そしてこう前半と後半でちょっと分けてみたんですけれど、まあ、前半はスマホで、後半はテレビにつないでみました。各サブスクとか DVD のレンタルなどでも見ることができます。有名な、ね、映画なので、いろんなところで見られると思うので、気になったら見てみてください。連れが鬱になりまして、原作はエッセイコミックで、細川てんてんさんっていう原作者さんが、その旦那さんのうつ闘病生活を描き、原作も大ベストセラーになっております。イラストがほんわかしていて読みやすいんですよね。なので、漫画派だよって人はこちらから入ってみるのもいいと思います。今回は映画を紹介したいと思います。主演は宮崎あおいさん、堺雅人さんです。はじめに公式のあらすじを読みます。読みますってすいません私が考えた文章じゃなくて読みます、バリバリ仕事をこなすサラリーマンの男連れがうつ病と診断される。結婚して5年、夫の変化に気がつかなかった妻春さんは反省し、病気の原因となった会社を退職するよう夫に迫るというハートフルドラマっていうカテゴリーでした、はい、原作のね、優しいタッチのイラストが映画でも使われていたり、あとはこうお家で飼っているイグアナのイグさんとか、あとね、こう春さんのマイペースで献身的なサポートなどなど、シリアスなシーンもありながら、全体的にはとても優しい雰囲気の作品です。まず連れさんがうつって診断された時、春さんはうつについてあんまり詳しく分かっていなかったんですね。公開が2011年っていうところも、その当時のうつに対する解釈が映画の中でちょっと見れたりもするんですけれど、で春さんは詳しく分かってなかったので、本を読んでうつ病について勉強する描写があります。それがうつ病について理解したいなって思っている方にとって分かりやすい作品だなっていうふうに思いました。メカニズム、まあ、うつ病ってこういうふうになったらなるよっていうことであったりとか、セロトニンっていう伝達物質があって、そういう話とか、あとはこううつ病に効く食事や習慣っていうのを春さんが勉強して日常に取り入れていたりとかして、これはうつ病にいいから食べてみようよみたいな食事とか、窓開けて日光浴びようとしたりとかっていうのがあって、参考になるのかなっていうふうに思いました。あとはその春さんの考え方とか声かけなんかもすごく温かくて、真面目すぎる連れさんの心が少しずつね、こう柔らかくなっていくように見えました。私はこの作品初めて見た時は、心理カウンセラーとしてはすでに仕事をしていたんですけれども、今回改めて何年ぶりかな、3年ぶりぐらいかなに見てみて、勉強になるところもたくさんありました。それからうつ病って診断された連れさんがだんだんこう回復していく中での変化っていうのに注目して映画を見るのもいいのかなって思います。映画の序盤からすでにうつ病とこう診断される手前の段階で始まります。で、例えば映画の序盤の方はごめんとか申し訳ないとかってすごく謝っていたりします。連れさんのせいじゃないよねってことも含めてですね、イグさんがこうなったのも僕のせいだし、ハルさんの今の現状も僕のせいだしみたいな、いやそれ関係ないじゃんみたいにハルさん言ってくれるんですけどね。それがだんだんとこう治療が進む中で前向きな言葉が増えていって、不必要な謝罪がぐんと減っていっているなっていう様子が映画を見進めていく中で感じられます。あとはその目線とか姿勢が全然違いましたね、前半と後半で。これはその私も経験があるんですけれど、しんどい時期ってまっすぐ前が見れないんですよ。なんかこうちょっと下を見るのが楽なんですよね。だからこう元気になって見てみると、あれこんなにこうまっすぐ正面を見て歩くのちょっと久々かもしれないなっていう風に思ったことがあるんですが、そうそう、それをね、連れさんも変わっていたように思います。そしてこう姿勢もなんていうのかな、こう胸を張って背筋を
伸ばすっていうのが元気じゃない時って難しいですよね。なんかそれがこうだんだんと目線がまっすぐになっていって、でこう背中も丸まっていたところからこうピンと自然な姿勢に戻っていく変化っていうのがありました。他にもね、こう元気になっていく中での変化っていうのをいくつか見つけたので、そんな見方もありかなっていうふうに思います。そして最後にこう、作品の感想っていうことなんですが、その家族がうつ病です、旦那さんがあって診断されて、どのように接していこうって言って、春さんはその自分の両親に相談したりとかネットで調べたりとかしているのを見て、あ、なんか人って温かいなっていう風に思いましたね。こう頑張らないことにしようとかね、一緒にゴロゴロしてくれたりとかして、こう休み方がわからない連れさんの近くにゆっくりゆっくり歩いてくれる春さんのような存在がいると、一人でいる以上に肩の力がストンと抜けそうだなっていう風に思いました。確かにこう一人暮らしで休職してますっていう方のお話聞くことがあるんですけれど、結局こういろいろ考えちゃって全然休まらないなとかって聞くので、それがね、こう一緒にゴロゴロしてくれたりとか、そうそうゆっくりゆっくりって言ってくれる人の存在がね、お家の中にあったりすると全然なんかこういいのかなというか、まあ、とはいえね、こうほのぼのな作品ではあるんですけれど、扱っているテーマが鬱なので、こう時々ヒヤッとする場面が出てきたりとか、あとこう2人で喧嘩をしている場面とかも見ていて一瞬心がざわっとはしましたね。それらをね乗り越えていくところに、まあ、リアルがあるので必要な場面だと思いますし、日常生活でもありますもんね。気分の浮き沈みとか、うつ病って診断されて退職された方とかは特に、いつもいつもこう元気なのだけじゃなくて、こう突発的な行動に出ようとしたりとか、こう家族との些細な喧嘩で、ああもう自分はいらないんだって思っちゃったりとかっていう描写もあったりしつつ、なんか最後はあ、よかったねって思えるような、はい、作品だったりするので、明るいだけじゃない場面も必要なんですけどね。それでこの作品をおすすめしたい人っていうのは、やっぱりこう周りにうつ病って診断された人がいて、どういう風に接していったらいいのかなって思っている方とか、あとはそういうわけじゃないけどうつ病について知りたいなっていう人とか、少しでも理解を深めたい人にとっておすすめです。当事者の方はね、こう一番しんどい時期に見るとしんどくなってしまうかもしれないので、こうそっからちょっと回復してきたよっていう時期とかにおすすめしてあげて、一緒に見るといいかもしれないですね。そんな感じで3年4年ぶりくらいに見ましたが、やっぱりすごくこうハートフルドラマっていう感じで、最後は見てよかったなって思いましたし、原作のエッセイコミックの方も気になりました。以上、姫化セレクションでした。この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本姫化の中本姫香のな第90回いかがでしたか。1年ほど前に紹介した映画グッドウィルハンティングもありましたが、それもカウンセリングの場面が出てくる作品としておすすめしたんですが、今回のその